今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日は、立ち食いそば、まあ座れるんですけれども、駅そばですね。京都西京極駅、阪急西京極駅の若菜そばです。かけそばが390円と値上がりしたんですが、今日はセールで、290円やったかな、になっておりました。というところで、いつもの感じなんですが、出汁が若干、甘めの関東っぽかったんですが、ちょっと関西寄りによまた寄ったん違うかなと思ったんですけれども、気のせいでしょうか。そばはもうね、美味しくなっておりますよ。阪急そば時代、まあ違う会社だと思うんですけれども、阪急そばの時のそばよりも麺自体はすごい良くなっております。進化しておりますね。で、七味はもう最近はあまりかけすぎると胃に負担があるので、もう死ぬほどかけてたんですけれども、ちょっとね、胃カメラ飲んだら胃が荒れてたんですよ。なんかね、辛いもの食べすぎてませんかというか、胃酸がすごい出すぎてますみたいな話で、胃酸を抑える薬をいただいたんですけれども、ちょっとね、辛いもの食べすぎると皆さん、胃、まあ、胃潰瘍にまではなってないんですけど、ちょっとね、なんか黒いポチポチとかもあって、出血の跡みたいなのもちょっと見受けられるみたいなことだったので、皆さんも気をつけてください。激辛要注意でございます。タパシコとかほんまに危ないんやろな。まあ、ええ加減にしなあかんということですね。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。年明けて、皆さんどうお過ごしでしょうか。ちょっとなんか仕事が混んできて、ちょっと僕は大変です。